キネマラボ特刊こそ金曜キネマ鑑定団。毎月第3金曜日の夜、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特刊小僧メンバーが酒を飲みつつ映画について語る居酒屋的視聴者参加型ユーストリーム番組。 Twitter などでの参加も熱烈大歓迎。シネマラボ特刊小僧の金曜キネマ鑑定団。今夜も始まりました、シネマラボ特刊小僧の金曜キネマ探偵団でございます。はい、皆さん見てらっしゃいますでしょうか。もうかなり緊張してます俺。なんかいろいろね、技術的なトラブルとかちょっとね、いつもと勝手が違うんでね、ちょっといろいろ焦ってるところがあるんですよ。はい、いつも金曜キネマ探偵団は、沖縄県那覇市大六にある某所、那覇市大六のね、某所にありますシネマラボ特刊小僧のアジトから毎回お送りしているんですが、はい、ちょっと今日雰囲気が違いますよね。違いますね。はい、実は今夜は、もう何度かね、告知の方、ネット上でしているんですけれど、こちらの方は、那覇市の、ね、国際通りのすぐ横、桜坂、はい、桜坂劇場の隣のまた隣、ハイアットホテルのまた隣にあります、はい、バードラミンゴから今日は、生配信をしております。すごい、俺たちすごい。はい、出たとこ勝負で言っております。はい、ということで今日ですね、再現なくできるところまで、こちらバードラミンゴから、配信したいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ自己紹介からいきましょうか。はい、私シネマラボ特刊小僧の代表を務めております、平隆二と申します。よろしくお願いいたします。はい、はい、続いて特番報道メンバーの山原夏希です。よろしくお願いします。はい、松見さんです。松見さん、これちょっと大きめでお願いします。切断された。なんで？今切れた。